こんにちは。今日は久しぶりにショールームしてます。16時までショールームしますので、皆さん付き合ってください。久しぶり。画質悪い？本当？ここはお家ではありません。ここは楽器ルーム。公演は、そう今日ね、公演、私ずっと昨日出ると思ってて、昨日まで、昨日の朝昼ぐらいまで出ると思ってて、でうわ明日2回公演か、頑張ろうって思って、でもなんで2回公演なんだろうと思ったら祝日で、今日はあそっか、じゃあ頑張ろうって思ってたら、まさかの私の名前なくて、公演に。危ない危ない、行くとこだった。今ちょうど公演してるのかな、休憩中かな、わかんないけど、ずっと出ると思ってた。普通になんかもう8公演イコール私出るって思ってるぐらい最近出てたから、ちょっと前まで。今日は出ません。でも今週はチーム B 公演が29と30にあるので、まあ公演は出ますけど、カメラさんとして誘われてたね。そうです。あーあ、そういえばなんとあれもらいました。なんだっけ、ショールームでこの前みんなから、みんなが協力してくれたフルーツ大福の、フルーツ大福を応募する、応募できるようになりました。楽しみ。めちゃくちゃすっぴん。てか最近なんかちゃんとしたメイクをしてない気がする。楽しみ。まだいつ届くかわからないんですけど、やっともらいました。すぐ出す。そして今お腹空きました。てか私16時までしかできないので、16時になったら教えてください。届いた人は美味しく食べてたよ。ね、みんな届いてる。あと30分ぐらいだと思うんですけど。マジで久しぶりにショールームできた。おお、なんか風船が飛んでた。ちょっと今アルコール消毒をしました。最近なんかマジでショールームできてなかったので、やばい。今日はなんか言うことなかったっけな、なんか。まあ8の日ですね。今はちょっと忙しいです。最近は8の日
に向けてのレッスンとかいろ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 で、今ね一番食べたいものはね、一番食べたいものは、あ、そう、最近なんかセブンイレブンのあれにめっちゃハマってて、ハマグリの冷やしラーメンみたいなやつで、それがすごいハマってて、昨日の夜も食べようと思ったらまさかの売り切れてて、多分人気なのかな、わかんないけど、めっちゃ髪の毛ガサガサ。メール、あ、そう、メールで書きました。それがすごくハマってます。ハマグリだったかな、なんかアサリかハマグリか、魚介系のラーメンなんだけど、めっちゃ美味しいの。定番商品じゃないからそんなに在庫持たない。ああ、そういうこと、確かにそれはありそう。もうちょっとですね。てかもう8月なんだね、めっちゃ早いわ。もう8月とかありえない。7月あっという間すぎて、なんか何もって感じ。なんかもうパッと一瞬で終わったね7月。まあ、まだ終わってないけど、まあ、私の誕生日あったし、楽しみなことがいっぱいある。7月は、あ、違う、8月はもうなんか何話し、疲れすぎて何話してるのか。ちょ、今ね運動してきて、すごくたくさん、それの後だから、そう、アドレナリンがいっぱい出てしまって。ちなみにここのエアコンの温度は19度でした。なんか寒すぎる。ハマグリだしの冷やしラーメン、あ、それかな、多分それ。無理しなくて休んでいい。いや、無理しなくて休むと、エイトの日がちょっと大変なので、今は頑張る時。19度やばいよね。なんかもともとここに入った時に19度で、え、19度って絶対低いよねって思いながらここに来た。あとで調整しておきます。27日のマジムリ行きます。あ、嬉しいな。そう、マジムリ学園、ま、てかちなみに私何の役かまだ全然知らないんですけど、それもまあ楽しみということで。みんなの夏のおすすめの食べ物は何ですか？かき氷が今食べたい。しかもふわふわのかき氷の、なんか屋台とかに売ってるジャリジャリのやつじゃなくて、ふわふわの最近流行ってるかき氷が食べたいです。ちょっと待って、寒すぎるのでエアコンの温度を調節してきます。よいしょ。あ、スイカいいね。スイカはいいね。
スイカ食べたい。なんだかんだで今年まだなんか一玉ぐらいしか食べてない。一回買って、トウモロコシ、スイカバーはね今年めっちゃ食べてる。スイカバーは何回も食べてます。昨日食べたアイスはセブンイレブンのマンゴー、ねっとりマンゴー、なんか濃厚みたいなやつ、もう本物のマンゴーみたいなやつを食べました。4連休がお盆感あって8月に、じゃあ今年さめっちゃ休み多いってこと？みんなの休日がいっぱいあるのかな。あ、祝日が、さっきあずきバー食べたけど歯折れるかと思った。あずきバーは本当に歯折れますよ。歯が丈夫じゃない方は知らないけど、めっちゃ硬いもんね。最初ちょっと溶けたぐらいが美味しい気がする。でお盆ってさ、なんかよくシステムが分かんないんだけど、なんかあんまりその関係したことがないから今まで。だって学生の時とかはさお盆休みってなかったじゃん。別にもうずっと夏休みだからお盆休みっていう休みはなくて、でなんかお父さんお母さんって感じ。お盆はなんか大人の夏休みって感じしない？セブンプレミアムまるで完熟マンゴーそう、それなんか調べてくれてる。まだ大丈夫かな。何時ですか今。今39分、まだ大丈夫だとね。もうそれの桃バージョンもあるの。桃とメロンとあとマンゴーとあとあブドウもあった。ぶどうもまるでマスカットが好き。あ、マスカットか、まるでマスカット。セブンの広報さんですか。本当にセブンイレブン好き。でもファミマも好き。でもローソンも好き。がローソンはコンビニのなんかスイーツが美味しくて私的にね。でセブンイレブンはあのアイスとかお菓子系、あでもねお惣菜とかご飯も美味しいけど、いやセブンイレブンはね本当に全部美味しい。全部強いし種類も豊富なので素晴らしいです。でファミマはアイスの量がめっちゃ多い気がする。そんなことないかな、気のせいかな。その場所にもよるかもしれないけど、めっちゃお腹減った。七瀬って大人？24歳になりました。あ、24歳じゃないか、23歳だっけ。
ちょっと待って、23歳だわ。逆にサバ読んでしまった。え、23だよね。わかんなくなってくる。23歳ですになりました、最近。23歳。そうですね、23歳。もうあっという間に15歳だった私が23歳です。見た目は JK。 JK。 いや、なんかもう最近さ、確かになんかJK っぽいって言われることあるけど、最近の JK 見ると本当になんか、あ、やっぱ女子高生って子供だなってすごく思うようになった。まあ自分が大人になってからっていうのもあるけど、女子高生を見るとやっぱ子供だわ、可愛いなって思います。せめて JD？ 女子大生？女子大生はなんかもう20代はみんないけそう。女子大生、台風来るの？え？そうなの？やば、逃げなきゃ。みんな夏休みなのにね。てか待って、エイトの日さ、前回か前々回か知らないけどさ、めちゃくちゃ台風来た日あったよね。来た時どうしよう、また今年も台風だったら絶望だね。やだ。明日の朝？嘘でしょ？最悪。どうしよう。どうしようどうしようどうしよう。マジで全然知らなかった。結構やばいやつ？もう雷さえ鳴らなければ私はいいんですけど、台風って。雨が強くて風が吹いてって感じ？台風8号だって。そうなんだ。皆さんも気をつけてください。じゃあなるべく外に出ない方がいいですね。ビバハリケーンだ。雷でびっくりしてまた家族に怒られるまでがセットと見た。
も涼しくなる。確かに最近、あ、てか私聞いてください、あれ見たんです、ブルーインパクトだっけ、違う気がする、ブルー飛行機、あ、ブルーインパルスだ、めっちゃ惜しい、ブルーインパクト、ブルーインパ、ブルーインパルス見ました。なんかでも本番か分かんないけど練習してる時かな。ブルーインパルス見たんですよ、たまたま。なんかすっごい、その私がこう歩いてた道に、なんかいつも全然人がいない場所にめちゃくちゃ人がいっぱいいて、えって思って、なんだろうって思って、みんななんか写真撮ってるの上を見て、えって思って見たら、ちょうど私の、私はちょっとそこ歩くタイミングだった、別になんか用事があるとかじゃなくて通る道だったから、ただ通っただけなのに、ちょうど私の時にその真上にこのブルーインパルスの何ジェットか何機か、その何個かの飛行機がこう来て、ちょうどこう雲を出す瞬間だったんですよ。だからすごい、すごいタイミングで見れました。メールの時は書いて、確かにメールにも書いた。なんか本当にね、スマホに私頼ってばっかだから、それがねダメなところですね。スマホはもうだってブルーインって入れたらさ、ちゃんと出てくるじゃん、ブルーイン。すっごいタイミングだったわ。しかもさ、みんなわざわざ見に来てたってことでしょ。私はたまたま通りかかって、そこにたまたま、なんて奇跡なタイミングなんだ。もう ブルーインパルス、ブルーインパルス、このなんか風船なんですか、この風船、ありがとう、みんななんかあげてくれて、風船がにぎやか、ナナシちゃん強運の持ち主っぽい。私意外と強運かもしれないなって思うことたくさんある。まあこれといって出てこないけど、うわめっちゃついてたっていう時ね結構あるんですよ。ほんとちっちゃなことから大きなことまで、たまたまとかよくある。たまたま、
具体的なエピソードはないけど、あなたは強運です。そうなんですよ、これといった具体的なエピソードはないんですけど、私強運なんです。でめちゃくちゃ説得力のない言い方ですね。これは T シャツ見せて。はい、これはハリボーです。ファンの方からいただいた可愛いハリボーの T シャツです。これはお気に入りです。みんなからの誕生日プレゼントも本当にありがとうございます。嬉しかった、嬉しかったし、まだまだ受け付けております。いつでもどうぞ皆さん。お腹すいた。次の公演は何時かな。私出ないです、公演は。今日は今日は出ないんですけれども、29、30はチーム B 公演に出ます。今ラーメンめっちゃ食べたい。でも冷たいラーメンがいい、本当に。最近冷たいものが好きな、もうなんか夏バテかなって思うぐらい冷たいものが食べたくなるので。皆さんプレゼントって何が多いの？洋服？洋服もいただくことあるし、なんかまあまあそうだね、そういうのが多いのかな。でも私的にはめちゃくちゃ嬉しいです。そろそろじゃあランキングも。13位はしんのすけべアットマーク、ちょっと待って、7歳23歳の最初の公演に行きました。お、ありがとうございます、待ってます。12位は香港のケーキアットマーク7レンジャーアットマーク、夏美堂さんありがとうございます。11位は台湾のジアホーンさんありがとうございます。10位はトシアットマーク7レンジャーさんありがとうございます。9位は忘れてくださいさんありがとうございます。8位はギミアットマーク韓国7レン韓国7レンジャーさんありがとうございます。7位はさくらあみさんありがとうございます。6位は鉄七瀬一生し仕事中ので聞けないごめんなさいアトマーク7レンジャーさんありがとうございます。5位はノリアトマーク団子7レンジャーさんありがとうございます。4位はパンダアトマーク7レンジャーさんありがとうございます。3位はゴローアトマーク7レンジャーさんありがとうございます。2位はタッチアトマーク23歳も赤ちゃん7レンジャーさんありがとうございます。赤ちゃんじゃない、1夜なる公式8月1日のライブ行くよアトマーク7レンジャーさん、あ、8月1日なんだっけ、あれだ、ちょっと名前が出てこないけど、そうイベントあります、楽しみ。私もそれでは皆さん本当にありがとうございましたと言いたいところなんですが、10分か、ありがとうございます。じゃあ最後に いつものやります。はい、みんな私をミルフィーユー、バイバーイ。
またね。